アースな人。この番組はエルネストジャパンが応援してます。イエーイ、始まりました。フリーアナウンサーの吉岡美穂です。株式会社エルネストジャパン代表永原さゆです。そして本日のゲストは元プロサッカー選手で蒲田周りさぬきや FC 岐阜などに所属し、昨年から株式会社マツで介護士として働きながら、ソニオ高松でサッカー選手として、またソニオ高松のソニオボラミーゴで中学生の指導もしている岡村和也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、いや、岡村さんといえば本当にいろいろなその FC 岐阜や蒲田マーレさぬきにも所属して、はい、プロとしていろんなチームでサッカーを経験され、うん、そして今株式会社マツで働いていらっしゃるんですけど、うん、その経緯教えてもらってもいいですか。はい、蒲田マーレさぬきの時に何回かお食事ご一緒させていただいた方が、うん、その株式会社マツの社長の松村さんの、恩師というか高校のサッカー部の先生やったって、うん、で FC 岐阜を離れることになってから連絡いただきまして、香川にこういうチームがあって教え子がやってるんやみたいな感じで、うん、一回話だけでも聞いてみてもらえへんかみたいな感じで言われたんで、はい、もうぜひよろしくお願いしますっていうことで、うん、その先生の方と松村社長とソニオの代表の方と4人でご飯を食べさせていただいた時に、うん、いろんな話を聞かせてもらって、はい、すぐじゃあもうよろしくお願いしますということで、うん、それですぐ決まりました。それは何歳ぐらいの話ですか。もう去年なんで35の年かな、はい、35歳までもうプロとしてサッカー1本でやってきたわけじゃないですか、はい、でそこから介護士っていう新しい世界に入ったことになるんですけど、うん、どうですか、その介護士の仕事とサッカーの、そのサッカー選手としての両立っていうのは。まあその、うん、サッカー選手ってサッカーだけなんで、はい、もう時間がめちゃくちゃあったんです。練習が9時から始まって11時半ぐらいに終わって、はい、午後は何もないっていう状況だったんですけど、まあ今仕事が終わったら週に2回練習がありますし、中学生の指導もあるんで、はいはい、まあ、時間的にはもうキツキツなんですけど、まあ充実した日々を送れてるし、やっぱり仕事の方も充実してるからこそサッカーの方も真剣に取り組めるっていう、どっちかがおろそかになると多分どっちもダメになっちゃうと思うんですけど、この1年は両方真剣に向き合えてるなっていう感覚はあります。ね、だってイメージとしては介護士って大変なイメージがあるんですけど、そこをね、前向きにそんな風に言えて両立できてるのがすごいなって。またプロの、ね、サッカーの時とは違う、ね、うん、また向き合い方をされているとは思うんですけれども、うん、まあ、例えばこれから先どのような、まあ、人生というか、うん、まあ、5年10年上ビジョンをちょっとお聞かせいただけたら嬉しいです。うんうん、ね、まあ、僕はもう株式会社マツの会社自体好きですし、うん、そこで働く人たちもすごく尊敬してます、うん、ので、この会社で、まあ、ソニオ高松でサッカーをしながら働く方が増えてきているんで、うん、まあ、しっかりそういう人たちの先頭に立ってこう、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、しっかりサッカーもやる、で 100% 仕事にも取り組むっていうことを先頭に立って体現していきたいっていうのが一つ、うん、で、あとはその介護福祉士っていうのに3年働いたら挑戦できる、うん、そうなんですかね、資格を取りに行きたいっていうのもありますし、うんうん、素晴らしい。で、やっぱり何か自分でやるっていうよりかは、そのこう岡村さんここに行ってきてくださいとか、うんうんうん、ここの施設にちょっと行ってできてくださいみたいな、うん、こう何でもやじゃないですけど、こうその場を雰囲気を良くしたり、
なんかそういう役目みたいな、こう株式会社MATS全体をしっかり理解できるような人になっていきたいな。株式会社MATSもそうですし、ソニュー高松っていうサッカーチームもそうですけど、そのなんていうのかな、全体をしっかり経験して見れて、しっかりこの会社の考えと自分の考えをマッチさせて、それを伝えることができるっていうような、まあ一社員といいますか、そういう役割ができるような人になれればいいなと、今はぼんやりですけど思ってます。最後に聞いている方に岡村選手からメッセージをお願いします。今株式会社MATSで、介護士として働きながら、ソニオ高松で、サッカー選手としても活動させていただいています。どっちに偏ることなく、介護も仕事も、サッカーも 100% それ以上で取り組んでいるつもりであります。株式会社MATSの目標、そしてソニオ高松の目標っていうのをしっかり、念頭に置きながら、仕事もサッカーも日々頑張っているところです。何か皆様の気持ちが動くような、活動ができればと、日々思っているので、これからも株式会社MATSそしてソニオ高松をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社MATSで介護士として働きながら、ソニオ高松でサッカー選手として活躍している岡村和也さんでした。皆さん、株式会社MATSそしてソニオ高松、岡村選手の応援よろしくお願いします。この番組は有限会社シャトーダンボール工業所、株式会社エルネストジャパンが応援してます。